こんにちは、参議院議員の西田昌司です。昨日、4月7日に、緊急事態宣言、総理から発令されたわけでありますが、いよいよパンデミック、その危機に今直面しようとしているわけです。で、実は、同僚の国会議員からですね、言われまして、西田先生、1年前から、パンデミックを予言していたんですね。私何のことかと思いましたら、実は昨年、参議院選挙がありましたけれども、その時に、政見放送、これは自分の持ち込みでビデオが流せるような仕組みになったんですけども、そこではっきりそのことを言ってるんですね。私も、もう一度、それを確認して、そうそうそういうことを言っていたなと思い出したんですが、国家がしなければならない仕事、これは国民を、貧困や戦争、パンデミックなど、国民一人の力ではどうにもならない危機から助けることだと。財政再建なんてものは、そんなものは目的すべきものじゃないんだと、というようなことを言っております。ぜひ皆さん方これ見てください。そして、全体は、政見放送のこの西田昌司チャンネルから、全体の見られますので、ぜひ、ご覧になって広げていただいたらと思っています。またぜひチャンネル登録もしていただきたいと思います。ありがとうございました。政治家の使命、経済を救う。私自身、税理士という仕事を30年やってきてですね、つくづく感じるのはですね、バブルの後の不良債権処理、これが決定的にですね、中小企業に大きな影響を与えてます。はっきり言いまして、もうこれ以上ね、商売ね、やるのはかなんと、もうやめられるもんだったらやめたいと思ってる人はたくさんいるんですよ。経政再民こそ政治家の使命。経政再民の一番中心は何かといえば、それはまさに国家の安全保障そのものなんです。例えば戦争や災害、貧困、パンデミック、このような個人の力ではどうしようもならないようなこの大きな危機というものがあります。これを救うのが国家の使命であり責任だと私は。要するに我々は何のために、いや、この仕事をしているのかと。国家の仕事というのは財政再建、これは結果であってですね、まず経政再民をやることじゃないかと。で、困っている地方があるんだったら、そこに全国に新幹線もはじめですね、さまざまなこの長期計画をしっかり示していく、そのための予算をしっかりやると。その一番最初の第一歩を政府がまずやればですね、間違いなくこの民間企業も追随してくるわけですよ。そして出てきた利益をですね、自分たちだけじゃなくて自由に還元してやっていこうと、こういう、共生ですね、競争に勝つんじゃなくて共に生きていくというですね、日本人が一番大切にしていた価値観を、昭和の時代に持っていたですね、大事な価値観を取り戻していく。で、これが次の時代のですね、私は日本が本当にこのデフレから脱出できるかどうかにかかっていると思うんですね。